私がこの任務を受けたのは今から3ヶ月前のことである。呼び出したのは他でもない、マグマグ人というのが地球にコンタクトを取りたいと言ってきた。地球の人間はまだ誰一人マグマグ人に会ったことはない。で、地球とマグマグが本格的な交際を始める前に、例によって試験的に代表的地球人一人と代表的なマグマグ人一人を一週間だけこの基地のドームの一つで共同生活させることになった。え、それ俺が選ばれたんですか？その通りだ。なんだ？え、共同生活させる場合は平均的な、そう、平均的な常識豊かな代表者であることが望ましい。しかし君は自分はそうではないと言いたいわけだね。はあ、確かにその通りだ。君は酔っ払いで不愛想で気が短くて、しかも非常識だ。しかし他に誰がいる？ちゃんは完全な慢性アルコール中毒だし、ストーンフェイスは自閉症で誰とも話さないし、サンチョは切れやすくてすぐナイフを抜くし、バクシは真面目だがやることなすことヘマだらけだし、その点君は酒を飲むがアル中ではないし、不愛想だが自閉症ではないし、喧嘩はするが殺人鬼ではないし、非常識だが完全なバカではないし、いくらなんでもそんな、そう、いくらなんでもそれほどではない。君は基地内で一番の平均的常識人だ。よって君がマグマグ人と共同生活をするのだ。で、そのマグマグ人ってのはどういうやつなんですか？安心しろ、ヒューマノイドだ。クモ型でもタコ型でもナメクジ型でもない。しかも彼らは地球上の言語のほとんどを話すことができる。本当ですか？どうも、はじめまして、ケララです。26歳になります。趣味は音楽聴くこととドライブです。これが私の共同生活のパートナーとして選ばれたマグマグ人である。どうもよろしく、竹本武雄です。よろしく。ナイスだてめえ。ああ、よかった、死ななかったね。死んだらどうすんだバカ。いや、死なないように殴ったから。あんた殺しても何もなんないし。じゃあなんで殴るわけ？なんでそんなに怒ってんの？殺されなかったんだから幸せでしょ。幸せじゃないでしょ。何言ってんだお前、ふざけてんのか。まあ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 、ちょっと落ち着いて、あそこ座って説明するから。もしかしてあれか、マグマグじゃ挨拶代わりに殴ったりするのか。は、何それ、そんな挨拶あるわけないじゃん。殴ったら痛いじゃん。いや、それが分かってんだったらなんで。タバコ吸う？うん、でも僕は吸わない。竹本さん、は、常識と常識がぶつかるところに新しい文明が生まれる、そうでしょ。うん、相反する習慣の混じり合いで新しい文化ができる、それ認める？それは認めるよ。なんで、なんでそんなこと認める必要あんの？なんでそんなことあんた認めすぎあんの？僕ならともかく、なんで。あ、なんか悪いこと言ったかな。いや、あんたすごいいいこと言ったよ。あんたいい人だよ。マグマグ人を理解するにはだいぶ時間がかかりそうだ。どんなの持ってきてんだよ。あれだな、しかし、あんた飯作れよ。やだよ、なんで俺が作んなきゃいけないんだ。お前作れ。最初あんた作れよ、そして僕作るから。
交代で作ろうよ。そしたらお互いの食生活の違い分かるでしょ。最初はお前が作れ。本当に僕作っていいの？私はマグマグ人を理解するきっかけをつかむためいくつかの質問を試みた。お前仕事何やってんの？仕事？それ聞くの忘れちゃった。あ？聞くの忘れちゃった。何を？だから僕の仕事。じゃあ学校は？学校で何やってたんだよ？勉強してたよ、当たり前じゃん。専門は？専門ずいぶん長かったけどね。ちょうど区画整理あってさ、すごい惨めだったよ。いや、あんなおこぼれには二度とありつけないだろうね。まあそれが専門の専門らしいところだろうけどね。ところでさ、お前ほんと地球の言葉喋れんの？え？だって喋ってるじゃん。まあそうなんだけど、あんま意味通じてないような感じするから。大丈夫大丈夫、通じてるよ。あんたうまい方だよ。私の試みは見事に失敗した。できたよ。肉じゃん。久しぶりだよ。この基地来てから全然肉食ってないんだよ。何これ、マグマグから持ってきた肉？マグマグ人肉好きだからね。なぜかっていうと自分も肉だから。まあだからあんまり利害関係のある人と一緒食わないよね。それどういう意味？あんたとなら肉食うっていう意味。食べよっか。あんたその肉食ったら死んじゃうよ。さっき僕毒入れといたから。お前また俺殺そうとしたな。なんで怒るの？毒入ってんの教えてあげたんだけどさ。ふざけんじゃないよ。お前今そこで毒入れたんだろ。なあ、それは認めるよな？なんでそんなこと僕認めなきゃなんないの？あんたならともかく。ひどい誤解だよ。どう誤解したっつんだよ。これじゃおちおち飯も食えねえよ。殺されるか分かんねえじゃんかよ。そうなの？そうなのじゃないよ。俺お前のこと言ってんだよ。お前が俺にこの毒入りの飯を食わせようとしたんでしょ。そうそう、それで毒入ってんの教えてあげたんでしょ。だからなんだっつうの？感謝しろとでも言うの？っていうかなんでそういうことすんの？これ飯無駄なんじゃんかよ。無駄じゃないじゃん。飯作んなきゃ毒入れれないでしょ。わけわかんねえ。何言ってんだよ。飯作んなきゃ毒入れられないってお前。もしかしてあれか、毒入ってることを教えるためにこの飯に毒入れて、毒入れるために飯作ったって、そういうこと？来たね、ついにあんた僕のことを理解できたね。つながったね。つながった？つながった！やー！私はマグマグ人を理解するきっかけをつかんだような気がした。しかしそれは気がしただけであった。つながった！ちょっと待って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 、ちょっと待って、まだちょっとおかしいんだよな。うん、そうだよね。あんたまだちょっとおかしいよ。お前がおかしいんだよ。